ジョエル、立って立ってよ、何やってんの、もうやめて、殺さないで、ジョエルね、立ってってば、やめろ。地獄に落ちね、全部殺してやる。おい、何してんだ、マニ。後始末だ。待てよ、狙いは奴だけだろ。こいつら生かしといたら危険だろ。ああ、そうかい。そうよ、証人は残せない。殺せば俺たちも奴と同類だ。こいつらが何かしたか。ああ、俺の顔見ろよ。ちゃんと2階で見張ってりゃ、その可愛い顔も無事だったろうな。どけよ、下がれ。やめて。やんのか。下がれって言ってんじゃん。もうやめたい。そうだ、撃ってみろよ。やめな。もう終わったの。トミー、座ってもいいか。マリアがこれ食べろって。絶対に諦めないよ。俺たちの計画のためにみんなを借り出したらジャクソンが無防備になるだろう。だからってあいつらは野放し。それはありえない。でも実際そうなってる。また襲われたらどうする。マリアに説得しろって言われたの。一理あるだろう。立場が逆ならジョエルはとっくにシアトルに向かってるね。それはない。ジョエルなら絶対にそうしてる。シアトルの奴らがどうかも分かっちゃいないんだ。ワシントン解放戦線、気象にそう書いてあったんでしょ。盗んだジャケットだったら。そんなの。拠点を移動してたら。何言ってんの。もういい、明日出発する。一緒に来たいなら来れば。自分が何言ってるか分かってんのか。向こうの人数だってどれだけ武器を。そんなの関係ない。説得しても無駄。
一日くれマリアと話す。いいな。何人か借りられるはずだ。反対されたら。そしたらまた考えよう。一日だ。頼む。わかった。よし。いい子だ。行く前にジョエルの家に寄っていい？持ってきたいものがあるんだ。分かった。馬は使えないかも。トミーが乗ってったからマリアが厩舎に鍵かけちゃったの。トミーのバカ。他の方法を考えよう。車か馬か何か。オッケー。シアトルまで結構大変かも。そうなるかもね。考え直したっていいんだよ。うん。無理してほしくないだけ。エリー、一人では行かせない。分かった。バックパック取りに行く。東門に隠しておいた。そこから抜け出すんでしょ。何がいるの？取ってくるよ。自分で行く。そう。平気だよ。行こう。ここで待ってるね。ありがとう。
ねえ、ちょっとこっち来て。どうかした？うん、ちょっと降りてきて。マリア、俺はシアトルに行く。割り切ることなんてできない。俺が奴らに裁きを下す。エリーが俺を追おうとするだろうが止めてくれ。銃と馬をあいつから取り上げて部屋に閉じ込めろ。肩がつくまで時間を稼いでくれ。愛しているよ、トミー。こんなことして死ぬだけよ。私を置いてったせいでね。最初から何人かで追いかけてりゃいいの。無理なものは無理なの。私を閉じ込める気？行かないでほしいけど。無理な相談だね。行かないでほしいけれど。どうせ行くんでしょ。あなたもなの？ええ。こっそり抜け出すつもりだった？ん？そう。歩いて？そう。あなたの馬を出しておくように言っておいたわ。武器も持って行って。ありがとう、マリア。お願い、頼むから、バカな夫を無事に連れ帰ってちょうだい。わかった。さあ、ほら、行きなさい。暗くなる前に。アビ、おい、落ち着けって。お前大丈夫か？平気。何？ずいぶん探し回ったぜ。招集だ。アイザックが基地に来いってよ。は？冗談でしょ。マジだ。ほら急げ。今行くわけ？ああ、バモス。わかった。なあ、首痛っ。なあ、昨夜は部屋ありがとな。ああ、今度は誰？例の調理場の子？いや、お天気姉ちゃん。山からご帰還。ああ、科学者の。やる？それが。仕事大好き人間でさ、ペラペラ嵐の話ばっか。ずっとだぜ。でよかったの？ああ、抜群。思い残すことはないね。だろうね。あの子で手を打ったら。あの子も悪いけどノーコメント。最低。ちょっと親父と話してくる。飯取ってこい。うん、わかった。コンピカンテのやつ頼むぜ。わがまま言わない。今日のメニューは？またブリトー。そっか。アビー、何してんだ？
な、テネマスプリセドメトルプリロス。ちゃんと並んでよ。何ふざけんなよ。ちょっとちゃんと列で待てねえのかよ。基地に行くんだ、いいだろ。マジで恥ずかしい。一個多いし戻しなよ。絶対切れんなよ。メルも連れてく。何バックパックは部屋か。あんたどういうつもり。お前らのこと心配してんだよ。正直うんざりだしね。私が来るって知ってんの。もちろん平気って言ってた。ああ今の嘘くさいんだけど。黙ったほら気にしすぎになって気まずい気分にさせて楽しんでんでしょ。あのな、歩み寄るきっかけ作ってやってんだろ。ジャクソンの後ほとんど口聞いてないんだよ。今さら全部水に流せっての。そうじゃないけど腹割って話せよ。メルだってジョエルを恨んでたくせに。けどあいつは俺らとは違う。あんなことしたのは初めてだろ。あのね、何度もスカー殺してるでしょ。ジョエルの時とは違う。俺らは兵士だけどあいつは医者だ。なあアビー、仲間だろ。俺のためにも頼むよ。努力する。そうこなくっちゃな。支度しろ。メル呼んでくる。うん。仲良くね。うるさ。もしもし、行けるか。うん、お待たせ。メル、どうも。任務に出ていいって言われたの。ギリギリ。言えば残れるでしょ。そうだけど、じっとしてるのは嫌だし。オーエンはいいって。なんで彼が決めるの。アリス拾っていかなきゃ。今のは不合格。何の呼び出した。いつもの当番だから平気。なあ、戻ったら親父の様子見てくれるか。なんていうか調子が悪そうで。悪そうって。手首に激痛が走るって言ってたよ。スプーン持つのはやっとだ。鎮痛剤持っていけるかも。オーウェンと96に移されたんだって。ええ、そう。いいとこや。若い家族も多いし。赤ちゃんのこと楽しみ。子供たちを見てると、そうね、ワクワクする。赤ん坊の鳴き声ね。オーウェン平気なのか。まだ戻ってきてないの。ダニーと任務に出ていて。ダニー、うわかわいそう。ええ、アリスを連れてく。中で遊んでるよ。どうも。アビー、アリス連れてきて。アリスおいで。おてんばさん。本当お前かわいいな。あんたの唯一の理解者。嫉妬すんなって。アリス、トラック乗りたい。よし行こっか。元気でや。わかった。今回は特別に。
ゆうべジェンと一緒にいた？ああ、いたよ。この女ったらし、何しに来てたの？アイザックに会いに。ほんと、孤独な役回りね。気に入ってるっぽいぜ。石雲のこと聞いてみろよ。戦う必要がないのは羨ましいな。ああ、戦うのが嫌ならね。私は戦わないで、家族と過ごしたい。アービーじゃない。元気？スカー殺しが恋しくなるぜ。ありえない。俺には耐えらんねん。パットン。よう。パット、いつものお願い。どうだよ。いらっしゃいす。どのトラック？S24 だな。いただくぜ。サインしとけ。立ってよ。どうも。生き抜く力を。そして安らかな死を。ウォームアップしてえな。俺と腕比べしようぜ。負けたら部屋の掃除。おお、悪くないね。じゃあ断層1個分ね。受けて立つよ。毛布はシワなく頼むぜ。ムカつく。いつやるかは決めてないし。負け惜しみか。基地に向かおう。お前ら弾足りてるか。いいかね。会いたかった。助手席はアリス。メルは妊婦だよ。風に当たれんだろ。ゆっくり話せるし。わざとらしい。グラシアス。ちゃんと眠れてるの？あんまり。薬局から薬もらってくる。平気。遠慮しないで。消耗すれば出られるし。任務も追加で受けてるんだ。大変だ。何それ？別に。レオマニー、行き先は？ニクだ。 S24、ニクへ向かう。生き抜く力を。安らかな死を。孵化場がやられた。だね。取り戻す予定はないの？アイザックが後回しだって。鮭も十分釣れてるし。オーウェンもそうって何の？あ、もう2週間あってない。活気のある任務を受け続けてる。あの人あなたに何か言ってなかった？あいつとはこの前食堂で見かけたけど、お互い避けたんだ。ジャクソンのことがきっとショックだったでしょ。クソ！来て！捕まれ！ねえ、絡んでて。うるふで死ぬよ！近づくんだ！
敵。エア、敵。マジムカつくぜ。基地までどれくらい？まだ遠い。ここは危険だ。中に入るぞ。場所だらけだね。敵がいる。感染者。見て、あの光見える？出口かもな。登って確かめてくるよ。ずらかろう。脱出するよ。ねえ、出口あった？手伝って。はいよ。レディーファースト。このお腹じゃギリギリ。先行けよ。レディーファーストでしょ。お前最高。よし。アビーのお父さんの温室みたい。どこが？植物生きてるよ。まあね。お前らよかったな。絆が深まったんじゃねえか。マニー黙って。黙ってな。息ぴったり。基地は目の前。スカーもいねえな。油断大敵。うん、先に進もう。なんだかな、昔はここでスカーに襲われることなんてなかったのにね。よし。
けとくから行って。ハザンも下がってる。ごめんメル。大丈夫か。うん、クランク壊れた。どうすんだ。アビー見て、ハチだ。マニー、そこで待ってて、屋上への道探すね。分かった。ねえ、一緒に来てよかった。あ、後でマニーにお礼しなきゃね。一緒に来てよかったよ。後で襲われたって知るのは嫌。ねえ、なんで私を避けるの？避けてないよ。ジャクソンの後一言も口聞いてないでしょ。私もあの日のことで動揺してたんだと思う。いくらなんでもむごいって。あれでも足りないくらい。でも加担したくなかったの。だよね、普通の神経じゃ無理。そうじゃなくて、あのハッチに向かおう。そうだね。アビー手伝って。いいこと思いついた。さすが。よし、それじゃ行くよ。オッケー。いいことって？待って。何してんの？脱出しようとしてるの。頼むからゆっくりね。妊娠してると重心がね、低くなるんだ。ならいいんだけど。やった。さあどうぞ。ありがとう。オッケー、ハッチに近づいた。オーウェンの船みたいだね。あいつまだ船直してんの？うん、いつも言ってる、もうすぐできるって。もうすぐできる？誰でも趣味はあるしね。私は犬のおもちゃとか。それ、私はくだらないコイン集め。よし、行けそうね。かなり高い。めまいひどいの？下を見ると特にね。いたいた。マニー、すぐ行く。オッケー。見て、愛しい基地がすぐそこに。車庫突っ切っていけるかも。とりあえず屋根降りない？だね。なんかあなたに怖いものがあるなんてびっくり。こう見えて怖いものだらけ。またまた。私手術なんて絶対無理だしさ、失敗するって思ってビビりそう。私がいつも平気だと思う？でも父さんはいつも一番の生徒だって言ってたけどね。そうなの？でもお父さんは当てにならないんじゃなかった？でしょ？アリス、本当かね。お前らどんだけ待たせんだ。敵はいないの？ああ、気味悪いぜ。ま、もうすぐ基地だし。ああ、
家に帰ったらソファーに寝転がって映画見ながら気絶するまで飲んでやる。へえ、どの酒？どの映画？よくぞ聞いてくれた。映画はあれだ、コモシヤマ、うん、狼に乗る女の子の。ああ、あの映画好き。で酒は俺がパーティーで手に入れたメスカル。ちょっと待った、うちらがでしょ？ああ、しんしんしん、残しといてやるよ。妊娠中で敵に追われてなきゃ、今すぐにこの場でお酒飲みたい気分。ねえ、こっちだよ。よし、線路に沿って行こう。基地に続く道に出るはず。嫌な感じだ。だね。油断しないで。壁越えられるかな。無理だな。ウルフドンはどこへ消えたの？静かに。またお出ましだよ。この手でやりたかったけど、結果は同じことね。ウルフが死ぬたび、より良き世界へと近づく。さあ、警戒しな。行くよ。すぐ着くから。ゲートを開けろ。通してやれ。メル、
何を？背中。手首を強く握ってて。マジかよ。気づかなかった。ねえ、負傷者二人。彼は手に重傷を受けてる。メル、あんた悪くなかったよ。それってお世辞？ほら行ってこい。アリス待て。ほらこっち。お座り。だいぶ出血してたな。あいつ安静にしてなきゃ。きっと平気だ。大丈夫だって。この子はアリスだ。おいでアリス。いい子だな。どうもな。どうも新入りは信用ならねえ。助かったぜ。おいマニー待てよ。お前らエースなんか知ってんだ。何のことだ。3日も基地に駐留してるってのに何も起こりゃしねえ。なら俺たちご苦労様。任務あるか。ないけど、アイザックに会いに行って。二人とも？ええ。ずいぶん人がいるな。様子が変だね。アイザックを探すぞ。先にメルの様子見に行こう。ああ、アビー。元気？アビー、ちょっと来て。よう、アミーガ。何？奇襲されたって？どこだった？ああ、確かこの辺、倉庫の近く。くっそ、また警戒網を突破されてる。ねえ、アイザックはどこ？さっきまでここにいたけど。そう、どうも。探してみる。先生、かなりひどいんだろう。死んだと思ったら死んでる。大丈夫？痛みは？ああ、痛み止めが効いてるし平気だ。休んでて。できる限りね。手はどうだ？正直言って、まあ、指はほとんど残るってさ。三本ありゃもう儲けもん。本当あっという間のことだった。不幸中の幸い。ああ、噂をすればってやつ。来てくれたの。具合はどうだ？数針縫えば完全復活。あんたたちも少しは休めって言ってやってよ。ほらメル、休んでて。了解。ちょっとした力仕事あるんだけど、二人とも来てくれない？いいよ。じっとしてろ。分かった、休んでおく。ノラ、お前はちゃんと休めたのか？私はこれから西の病院に向かう。物資を回収しろって。ねえメルは平気なの？赤ん坊のバイタルが少し不安定だけど心配ない。応援に伝えなきゃ。そばにいたいだろうし。だね。見せたいものがあるんだ。なんだよ。ついてきて。ひどい。これ全部味方？うん、まだまだ増えるだろうね。メルには秘密だよ。いい？ノラ、とりあえず今はね。来て。それ中身誰？嘘だろ。何かよ。
オーエンは。そうね。数日前報告があったんだ。マリーナの近くでスカーを見たって。ダニーとオーエンが総統に向かって、今朝フェンスのそばで倒れてるダニーが見つかった。腹撃たれたってのに歩いて戻ってきたんだ。ピンチェスカーズ、よほずでブーだ。アイザックが死ぬ間際に話したらしいけど、今のところあっちに部隊は派遣されていない。じゃあオーエンは？アイザックはなんて？聞こうとしたさ。でもアイザックに睨みつけられて口止めされたんだ。だからあんたたちも黙ってて。オーエンのことだ。心配ないだろう。アイザックはどこ？黙ってるから。アイザックなら確か部屋にいるって。私はメルの様子見てくるから、後で連絡して。うん。くそ、なんでアイザックは捜索隊を派遣してないの？ノラに行ってないだけじゃねえのか？だといいけど。アイザックいる？中にいる。入れ。どうも。おい、マニーじゃねえか。よう、元気か。ゲームしてくか。残念、ボスと面会。さすが大物。俺ってできる男だからさ。はいはい、またな。嫌な場所だぜ。たく、ひでえ匂いだ。ユアビ。アイザクは？そこにいるよ。ああ、長くなりそう？お前らが来たら呼べって。来な。ボス、アビーとマニーです。そいつを寝かせるな。はい、ボス。上に行くぞ。小競り合いに巻き込まれたそうだな。こっちは死人ゼロ、怪我人が出ただけです。向こうはひどいざまだ。いつもそうだといいんだが。基地が賑やかですね。明日になれば他の部隊も到着する。何する気です？このまま小競り合いを続けるわけにはいかん。ってことは、つまり？休戦って手もある。だが、どちらかのクズがバカな真似をして破綻するのも時間の問題だ。ならば、根絶やしにする。でも前に島を奇襲したときは。今回は総力戦だ。数日後に嵐が来る。それに乗じて進行するぞ。お前たちが先陣を切れ。隊員を選んで準備を始めろ。大江はいつ戻る予定です？ノラが喋ったのか。ソルトレイク組の間で隠し事はなしか。無事なんですか？
知る限りはな。なら、なぜ捜索隊を出さないんです？ダニーを撃ったんだぞ。しかもスカーを守るためにな。ありえない。なんだと？応援らしくない。誤解です。ダニーが死ぬ間際に俺に嘘をついたってのか。ボス、噂が広まれば、オーウェンは終わりだ。もし誰かに見つかれば、あいつは半殺しにされて。だったらおしゃべりは慎むんだな。探しに行きます。私があいつを連れ帰って。ダメだ。でも数日で嵐が来る。ダメだ。チャンスは一度きりしかない。何より重要な作戦だ。当然オーウェンよりもな。奴が戻ってきたなら、チャンスをやってもいい。真相を突き止めよう。お前が必要だ。な。はい。分かってます。よし。作戦を確認して隊を編成しろ。何か食ってこい。また後でな。スカーのためにダニーを殺すなんてありえねえだろ。なんだよ。ダメだ、アビー。行くな。朝には戻るから、うまくごまかしといて。お前、大目玉食らうぞ。作戦が終わるまで、処分はされない。けど、どうやって、オーウェンを見つけるつもりだ？居場所ならわかる。Thank you.